ドットコムです。東山五郎ドットコムです。第何戦か分かりません。1回戦の2セット目ですね。2セット目の最終試合。ディスプラウト大堀さんと富田塾松島。で、荒木さんはもうすでに試合終わってて、やられました。4対2松島。あ、2対4松島。で、3対5で大堀さんに負けました。ダメダメです。通算2勝2敗なんで、多分予選落ちでしょう。ね、1戦目は2勝できたんでね、あともう1個勝てればと思ったけど、ちょっと相手が悪かった。さあ、ちょっとここはね、大堀さんがすでに3勝してるんで、今ちょっとベルオーガの様子見に行ってますね。お、上から見るとなんかもろ見え、海遊が入ってくると見えますね。うい、当たってる。さっきジャバーで3つ、1匹目は手前のなんか後方があのピックアップのところに追ってきて食ったような変なだあの1匹だったけど、2匹目は完全に海遊の群れの中にジャバー突っ込んで2連発しましたね。いれば食うって感じです。なかなかね、いるところに投げられないのと、あのちょっと大きめの海流がね入り込んでくれないとなかなか続かない状況ですね。で、朝方はちょっとスプーンで釣れて、あ、でも今俺大堀さんに負けた時は大堀さんになんかスプーンなんだピンク系で2連発されちゃったんで、別にスプーンが釣れないわけではないです。ただ今2人とも松旬がダーランで、大堀さんは今ベルオーガやってます。花ちゃんですね。さあどうなるか。なかなかね、10分10分なんでね、ちょっとじっくりベルオーガ巻いたりなんかしてる暇がなかったです。俺今の2戦は、おい、来た。はい、オッケー。花ちゃん来ましたね。シェイク巻きだったのかな今の。大堀さん、こっちと。チェンジ。ちょっとド派手な。カビかもしれないです。レグイカラーの可能性ありです。あれ派手系がね効いちゃうのかもしれないですね。濁ってるんでね。ゆっくりめのシェイク巻きですね。おお、マッチンが。エディとダートランも来ました。はい、オッケー、マッチンオッケー。もう半分クリアのピンクみたいなやつ。第一ですね。2人ともガーディアンリスキー対決だな。松島はなんかおろしたてのガーディアンリスキーらしいんで、俺はあれなんか欲しいんですよね、一本ね。さあガーディアンリスキーでボトム対決。大堀さんは P かな。松島はエステル使ってるっぽいですね。よっしゃ、ゆっくり
シェイプ巻き、大堀さんがちょっと気持ち跳ね上げ、誘い大きめに変わりましたね。松島は細かいシェイク巻き、巻き速度はまあまあ遅めですね。来たー、すげえな。抜けた、抜けちゃった。おい、来た。おい、飛ぶ。おい、めっちゃ飛ぶ。はい、OK、OK、OK。マッチョ、OK。ちょいシェイク巻き対決、いっぱいは出ないけどね。20分でどうだろう、4つ買いつつ釣れたら優秀じゃないかな。よし、もっと来たよ、マジシュンだ。はい、 OK、 チン OK。グローかな、あれな。出ますね。残り1分なんで手前にキャストして、手前の回遊を取る。そう、
はい、終了で3対1松島ですね、前半は。はい、大堀3対松島、後半始まります、3対1ですね、今のところ。後半も、ボトム対決ですね。ロットはガーディアンリスキーですね、ディスプラウトのロットですね。今日なんか新しくガーディアンリスキー2本ぐらい出てきたのかな。うい、早い。大棒決め、めっちゃ大きい、飛んでる飛んでる。あれ、 あっちの魚、お隣の魚か。はい、 OK。 はい、 OK、 OK、 いい勝負になってきましたよ。止まってんのこれ、私の釣ってるとこ取れてない気がする。なんかダメだなこのカメラ、まったく。なんで止まったんだろう。接触が悪いのか。おお、二人で当たってる。私もスローなバイトですね。あんだけ誘いがスローなんで、ポンポン跳ねさせてわらわら追ってきて食う感じじゃないですね。出なくはないんだけど、すっごい強い感じではないんですよね。でもこの時期だからね、やりたくなりますよね。来週どうするかだな。大堀さん巻き出しました。本当ね、今日はね、山添さんが4敗してるんでね、クランクが釣れないんですよ。とにかく。また派手めな、チャート系のダートランにチェンジですね。大堀さんはスプーン巻き巻き。お、吉田さんが釣ってる。渡さんが釣ってる。はい、OK。はい、OK。
ら巻いてたっぽいですね。でここでオレンジ色のジャバー、さっきオレンとやった時にすでに1匹釣れてましたね。ジャバーもね、何色がいいのか、ブローがいいのか、金系がいいのか難しいとこっすよね。いればね、昨日の放流魚が残ってると思うんで、ね、そこそこ食ってきそうな気はするけど、なかなか群れをね、察知できないし。うい、当たってるな、大堀さん来んじゃないこれ。新型トランゴを諦めてメタルに行きましたね。シャドウアタッカーみたいですね。さあメタル対決どうなるか。メタルもね、どんな動かし方がいいかがまたなかなかね。まず様子見で松島シャクってますね、きっとね。このリズムで、リズムの跳ね上げで食ってくれれば。シェイク巻きに変わって、なかなかこれといったアクションがね、なかなかなんで今日難しいですね。でも出なくはない、どっか出てる。この回転しですね、ドラインまっすぐでドカーンってアクロバイトですね、あれね。来週はジャバーでオスカーを取った。あれをね、この沖から追尾してきて手前でパクっていうのがね、理想なんだけど、なかなかついてるのが食ってるって感じじゃないと思うんですよ。多分追ってきてるんですよ、とりあえず。で追ってきてる間に2匹になり3匹になりみたいな、3匹ぐらいになるとね、いいんですけどね。1匹だと家計逃すといなくなっちゃうんでね。さあもう1本ぐらい出るか。メタルはメタルよりダートランの方がいいみたいだな。ダートランに戻すか。スプーンだね。いや違う、スプーンだ。なんだ、蛍光グローの両面グローのカラーするスプーン。どうまで落として着底、3回誘ってゆっくり元のトレース。つるびいてんのかな、もしかして。つるびきかもしんないですね。なんだろう、ティーグラベルかな、なんだろう。ちょっとシルエット大きめな気がしたけど、ティーグラの大きい方かもしんないです。ん ?3 分かな ?3 分 ?1 分 ?3 分か1分、どっちか。さっき一回カメラ止まったから止まっちゃいました。お、違う、お、手前に回遊が入ってましたね。ビグリジャークちょっとやってみればよかったかな。案外出るかもしれない。あと DT もやってみたかった。色物がいればね、可能性あるのかなっていう。10秒前で、4対2で松江の勝ちです。お疲れ様です。
いいな2人とも勝っても負けても上がりみたいな腹立つわお疲れです。最後のそれ何ティーグラベル、最後の派手なやつ、派手スプーン、ティアロ、あ、ティアロか、ズル引いてたわけじゃねえんだ下の方、まあ、これでは釣れてないですけど、まあまあまあ、ティーグラベルズル引いてんのかなとか思ったけど違うんだ、結構下のやつ、まだ釣りしてる、え、まだ釣りしてる、本当だ終わってんのに釣ってるし、タクト君釣ってるし、お疲れ様です。